テリポゴン族テラッポガンは南米産の卵化植物の群。花弁と新弁が同型で全体に三角に近い形の花をつける。全体に草質で柔らかい植物。茎は短いか時に長く伸び、時に分岐して少数または多数の葉を二列性に生じる。葉は強硬皮心型でやや肉厚。花形は茎の上部の溶液から生じ、直立し、 少数、または多数の花を相状につける。花は、新弁が上で、普通の卵花とは逆になっている。学片は細くて小さいために目立たない。側花弁と新弁はほぼ同系同色同一反紋となり、それぞれに幅広くて平らに開く。そのために花全体では3枚の幅広い花びらが、等分に広がって、皿のような形になるという、卵花では、得意な花型となる。 花はごく小さい種もあるが、おおむね、中程度から大型の花をつける。随中は短く、先端部に硬くて、細い毛を密生する。花粉界は4個。学名は、テロストプガガンからなり、随中の末端にある毛を刺したものである。中南米の標高1500の3000メートルに分布する。その地域は、北は、メキシコ、コスタリカからベネズエラまで、それに、 コロンビアからボリビアに渡るアンデス山脈に渡るが最も多様性に富むのはアンデスでありエクアドルには約50種がある涼しいウングリンに生育し集団を作らずポツポツと単体で生えている着生植物が多いが地上で生育する場合もある花が昆虫のメスに擬態しておりその種のオスにメスと間違えて交尾行動を誘発させそれによって 花粉媒介をする、いわゆる疑似公説による。花粉媒介に関わるのは、宿り媒ニダエのハエであると考えられている。このハエはこの植物の生育区域には普通におり、その腹部背面には、トゲ状毛を持っていて、この種の随中によく似ている。2009年時点では、約135種が知られる。テリポコンは、ホフメイストレラやトライヒャサースと近年であり、これらは、 テリポゴンアレンテラポガナイニーにまとめられてきた。これと禁煙のアレンとオンシジウムアレン、ワンジダイニーとは花粉界の数によって区別されてきた。しかし、分子系統の情報では、本属は禁煙属とともにオンシジウムアレンに含まれる。独特な花型で魅力ある小型の着生卵である。ただし、熱帯の高地のものであるだけに、いわゆるクールタイプに属し、 対処性が弱くて、日本では、幸いが困難である。以下、全体に主として、唐沢監修、P608 ただし、これが、本来の向きである。ダーシュエトール、ダーシュエトール、ボガリン唐沢、P123、斉藤、唐沢 P166、ダーシュエトール、ダーシュエトール、ウィリアムスエトール、唐沢監修、P608。ありがとうございます。